先日バサジュ大分より2名の選手が今シーズン限りでの引退を発表。今回はそのうちの1人、背番号11番小林健太選手に今の思いを聞いてみます。まあ、フットサルを引退してやりたい夢もあったんで、まあ、30になるという節目のタイミングで、次の夢を、次のステップを叶えるために、引退を決断しました。フットサル選手としては、終わりますけど、まあ、一小林健太という人間をちょっとこれからも応援してもらえたら、すげえ面白いことするんで、よろしくお願いします。小林選手は今シーズンバサジュ大分に加入。チーム内だけでなくイベントなどでも会場を盛り上げ、すぐに多くの人々から親しまれる存在となりました。まあ、総じてフットサル人生を振り返ると、やっぱこう苦しいことの方が正直多かったなと思って、僕は北九州時代、ここに来る前の北九州時代に地域リーグで本当夜中3時4時ぐらいまで、社会人やりながら、サラリーマンやりながら練習からスタートして、F2 に昇格して、そして F2 から F1 に昇格っていう、こう成り上がりの人生には見えるんですけど、やっぱその度にすごい壁がいろいろあって、本当いろんな人に支えられて、でもちろん僕自身もすごく努力して、で最後はこの1年バサジュ大分っていう本当プロチームで、やれたんで、もう本当に周りの人に感謝と、まあ、頑張れば夢は叶うということを証明できたんじゃないかなと思ってます。フットサル界で一つずつステップアップしてきた小林選手のキャリア。そんな小林選手にとってフットサルの魅力は？やっぱフットサルって展開も早くて、攻撃してたらすぐディフェンスになったりとか、そういう展開の速さの中でこうやっぱちょっと集中力とか切れちゃったりとかすると、すぐピンチになったりかと思えばすぐ大きなチャンスが巡ってきたりするんで、ひたむきにこう続ける努力もそうですし、さっき言ったみたいな感謝とか、そういうのもずっと泥臭くずっと続ければ絶対、夢も叶うし、試合にも勝てるし、フットサルそのものを楽しむことができるかなと思ってます。時にはムードメーカーで、時にはチームを引き締め、そして自分自身は一歩ずつフットサルの世界でステップアップしてきた小林健太選手。今後の新たな道での活躍に期待です。バサジュ大分は永遠に不滅です。